さあ始まりました DIY の時間です。今回の DIY は無垢床塗装。さあ今回は前回ですね、この杉の無垢床を張りましたので、今回この塗装ということでワトコイルを塗っていきたいと思います。で、現在のこの床の状況ですね、詳しく見ていきましょう。現在はこんな感じですね。まあ、こういったささくれている部分とかもありますので、こういったところを削って塗装していくことによって、まあ、表面がコートされて掃除がしやすかったり、まあ、ささくれを防いでくれたりとか、そういった効果が期待できるんじゃないかと思います。作業プランとしましては、まずサンディングで、次に第1回目の塗装で拭き取って乾燥させて、2回目の塗装に入って、最後耐水ペーパーですねをかけて乾燥させて完了という手順でやってまいります。それではまずサンディングですねをやっていきます。今回はこの400番、大体裏にこのシャープの60とか120とか240とか1000とかいろいろあるんですけど、結構削りたい時は60とか120とか100とかを使うんですけども、表面のちょっとこの滑らかさを出したいぐらいなので400番、240番から400番ぐらいがいいんじゃないかなと思います。ちょっとこのささくれてるところとかを中心に全体的にかけていきます。手触りが変わってくるので分かると思います。うん、つるっとしますね、やっぱりね。こういう節の部分も紙やすりをかけて、ちょっとこうつるっとしますので、ちょっとかけといた方が足をね、こううんと置いた時に気持ちいいんじゃないかと思います。今から雑巾がけをしていきます。やっぱ雑巾掛けしたら綺麗になりますね。なんかやっぱサンディングもしてるんで、より一層ツヤっとしてきました。それではワトコオイルのミディアムウォルナットを塗っていきます。開けていきます。なんかプラスチックのキャップがついてますけど、これをまず取って、でこのブリッキのキャップを押すとパカッと開けます。でさらにこの内蓋がついてるので、これを外して、ではこれをまずよく振ります。そうなの？なるね。ちょっと引いた方がいい。これちょっと失敗例なんですけど、塗り急いでいきなりこう缶からこう出してしまうと、缶の底に液が垂れてくるので、何かの上でやらないとこの四角い型がね、床に行ってしまいますので、こういう養生シートね、先に引いた方がいいですね。当然ながらですけど、すぐ拭いたからね、取れましたけど、多分この四角のね、缶の四角の型がついてしまうと、上から塗ってもなかなか取れないと思いました。それではこの端から塗っていきます。最初ね、大きいローラーでやろうと思ったんですけど、これだとね、すごい含みすぎて扱いづらいので、これぐらいの小さめのローラーがいいですね。細めで、これだとね、ものすごい今は垂れてますけど、非常にこう扱いづらい、なのでこれでやっていきます。非常にこう小回りが効いて塗りやすいですね。角も
ここはやっぱマスキングテープ貼ると水性塗料なので剥がれてしまうと思うので、こうヘラでやるのも非常にこう困り効きますね。炒めんとこはちょっとこのハケでスーッと通した方が良さそうです。でローラーで塗ってるとちょっとこうたまる部分があるんですけど、そういうのはこうハケでさーっとね伸ばしてもらうといいかと思います。ではこの状態で15分間置きます。でその後ウエスで拭き取っていきます。これで15分経ちました。木がね塗料を吸ってるような感じがします。まあこういう感じですね。これ表面に残っているオイルをウエスで拭き取っていきます。1回目が終わりましたので次2回目の塗装に入るんですが、2回目は1回目よりも少し少なめに塗って、その後ですねこの耐水ペーパー、これは1000番になります。おそらく800番から1000番ぐらいがいいんじゃないかと思います。塗ってこれをかけて拭き取っていくという作業をやっていきます。これぐらいの幅をねやりながら進んでいきたいと思います。で、この耐水ペーパーを軽く耐水ペーパーをかけることによって床面にできた微妙な凹凸をこのサンドペーパーが整えてくれると、削れたカスとこの塗装が凹凸のへこんだ部分に入っていってくれると、そんなイメージです。ああこうやっていると最初はねこう引っかかりがあってザラザラするんですけど、ふっと軽くなる瞬間がありますね。なんか表面整ったみたいな。あなんかねつるっとしてますね、手触り的には。でこれをウエスで拭き取る。あ手触りはね全然違いますね。こちらの方がよりつるんと表面が整ったなといったような手触りになってます。それでは塗装したところと、塗装していないところのちょっと耐水性がどれぐらい変わったのか見ていきます。ちょっと潰してみます。ちょっと吸っていくような感じありますね。じゃあこの塗装した方は水たまりがいつまでも残ってますね。こっちは完全にもう染み込んでる感じだけど、こっちは水が残ってるのでコーヒーとかそういったものをこぼした時でもこれならさっと拭き取れそうな感じがします。やっぱ吸うね。それではこの端っこから順にこう進んでいきたいと思います。
はい、これで塗装が終わりました。ワトコイルのミディアムウォルナットを杉材に塗ると、まあ、こんな感じだということが、まあ、シェアできればなと思います。作業性とかはね、非常にあの塗りやすくて、まあ、やりやすいです。まあ、コメントもいただいてましたけども、匂いはどうなんだというところですけども、匂いはね、やっぱ少しありますね。油性の塗料とか、ああいうところまでね、カーンという匂いはないですけども、まあ、うっすら塗装臭というか、そういったものがあります。で、1週間、2週間、3週間ね、経っていくうちに収まってくると思うんですけども、今日、まあ、昨日塗り終わって今日の時点ではちゃんと匂いがある感じです。それではね、次はこの流し台をやっていきますので、ぜひぜひお楽しみにしていてください。それでは